ライカ、あと一人準備 OK しなくね？ペガサスじゃね？あ、してるわ。DS？ え、ボケしますよ。ヌメモンらしいっす。ヌメモンかい。なんかあれじゃないですか、なんか反響してません、うん、めちゃくちゃ嘘それ。メロンちゃん、メロンちゃんですよ。メロンちゃんのメロンちゃんやばい。メロンちゃんメロンちゃんさんのボイチャが入ってるかもしれないですね。あ、ボイチャ、そういうことか。あ、すいません、デシャバリやな。おい関西人やっぱデシャバリか。ちょ、久々でな、ちょっともうわけわからないんですよ、フォートナイト。よくでも最近でもエーペックスやってるじゃないですか。最近ランクどんぐらいまで行きました？プラ2ずっと。プラチナ2かよ、笑ってるよお前。暴言吐かれて野良に。あー、かわいい。それはかわいそう。なんで、なんで言われたの？あの、カスみたいな、もうザコイみたいな。お前がザコイみたいな。普通に暴言吐かれてるやん。うわー、恐ろしい。豚影インポスター、恐ろしいわ。シャーインポスター、インポスターやけん、うちどんどんやってまうで、ほんまに。さてと、メロンブドウがなんか目の前立ってんの、なにこれ。みんな放置してんじゃねえかよ。はい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 、みんな放置してる、大丈夫かなっていうね。よいしょー、うわー、なんか高木が押しそうだな、これ。あ、やれなかった、今やってくれたか。見ちゃった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 。ワープした後にペガサスが補給物資工場でTS 君をやってました。見てしまいました、目の前で。あるいはタモさんのセルフキルの可能性もある。ただ、あの、喋っても喋ってもいいですか。はいはいはい。なんかあのほら TS についてたらなんかタモさんがぶっ壊し。いやいやいや、お前よく言えたなそれは。よく言えんなそんなこと。よくそんなこと嘘つけんな。ハイグルさんのセルフキルっていうことかそれは。いや違うぞ。上級者のヌメモンに聞きましょう。こういう場合はどうするべきなんですか。こういう場合はですね、先にペガサスさんを。を釣るかと思いきや、まあ、タモさんからね、やっぱアンパイとして捨てたいな。なんでだよ。俺が先にペガサス釣りをしただろ。それおかしくない？俺が先に行ってんだよ、先に。先に行ったもん勝ちよ、これは。どっちが人狼なんですか？人気投票にしましょう。人気投票、人気投票にしよう。タモさんが好きな人はタモさんに入れて、俺が好きな人は俺に入れて。そうしよう。タモさんが人狼なんですか？俺人狼じゃないって。好感度高さがね、ここで嘘ついてたら。だから人気投票でしょこれ。はい、もう入れました。高木に入れたな。はいはいはい。やっ、これやばい、どういうこと、あれ、やばいやばいやばい、これはまずいだやん。あぶねー。メロンブド高木のこと好きだったんだよな。大好きっす。よっしゃ、来た。でも残り30秒か。あー、どうしよっかな。お耳やってもしょうがねえしな。ぬめもんやってもしょうがねえしな。お耳やってもしょうがねえしな。ぬめもんやってもしょうがねえしな。お耳やってもしょうがねえしな。ぬめもん、ぬめもん、ぬめ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 もん、ぬめ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 、ぬ、うー、高木くん。カトーバイヤーのメモー。見ちゃった見ちゃった見ちゃった今。見ちゃった完全にフカサンタがやってんの見ました今。見ちゃった、フカサンタお前がやってたよな。見たよ高木、高木お前見たよな、フカサンタがやってたの。フカサンタやってたな、ハイグルさん。やってたな。これ、フカサンタさ、違うよね。待って、そうなったら、そうなったらだ。あれだろ、まずは、タモさんを知ろうってことが確定した。で、フカサンタが俺の前で人を殺してた。で、そうなったら、高木だ。これはメロンブドウ。メロンブドウ。なんで、なんでやねん。フカサンタとペガサスのラインか。フカサンタ、ペガサスラインだと思うよ。俺から漏れしてる。高木とタモさんかもしれない。でもですよ、これ。あの、死に直面してるのはタモさんなんで、2回連続。確かに。タモさんつった方がいいと思うんですよ。いや。でもよ、俺は確実に1試合目ペガサスがキルしてるの見たし、さっきはフカサンタキルしてるの見たし、高木がそれを目の前で見てる。見てるだろ、お前。
お前が証人なんだ、お前しかしだ。ペガサスのなんか今の言い分的に確かにタモさんはよりではあれ違うだろう。いや、これさ、これさ、高木、高木、そう思うなら LINE はないと思って、高木のね、今お前は俺のまだに引っかかった。はい、いや、ちょっと待って、考えろ。あ、じゃあ深さんではやってるのも、いや、とりあえずじゃあ深さんでいきましょう。メロンさん、とりあえずね、深さんに入れろ、深さんに入れろ、投票入れたぞ。お前らのこれで本当に負けるんだ。ほら見てろ、見てろよ、キラ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 、ほら見てろよ、おお見てろよ。これで深サンタが人狼じゃなかったらチンポ切る。これ深サンタ人狼じゃなかったらもうチンポ切るんだな。俺のチンポ切ってもうケツの穴につけてくれ、もうおおほらやった。じゃあなんだこりゃいやでもこれでも LINE は切れたんじゃない。で次にどうしようかな。次にこれペガサスは残すだろ、でメロンブドウを殺すと。でもお耳は残しといた方がいいからメロンブドウだよな。やっぱりメロンブドウを残しときたいな。さあちょっと待てよ、どこ行った、あいつん、どこ行った、あいた、うりゃ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 ちょっと待って、やばい、やばい。高木報告しに行かないな。高木報告しに行かないな。あれ？これはどうしよう。これは高木殺す？あれ？僕からいいですか？僕からいいですか？はいはい。これ多分なんですけど。うん、ペガサスかな。うん、ペガサスでしょ。どう考えても高木お前にかかってる。あのな、玉尾さんはピカサンタとダブルキルをしようとして高木を殺すとしたんだけど、殺せなかったんだ多分。どういうこと。おお、まあね、あーそこの場面ね、殺せできなくて、でお前生き残っちゃって、結局玉尾さんはピカサンタに罪をかぶせるしかなかったっていう感じだと思う。でもあんなに、いやそれでもごまかし方他にあるでしょ普通は。玉尾さんいいですよ、うん、信じてますから、うん、これはペガサスですよ。どう考えても俺インポスターあの位置であんなに釣り押す、うん、僕もそう思います。でしょ、おかしいじゃんそれは。ねお耳そう思うでしょ。いやでも高木だって、だって高木とのライン違うなって俺言ったじゃん、うん、いやもうそれがお前の最後の主張か。一旦ペガに入れちゃう。ペガでしょ。いや一旦入れたら、一旦入れたら終わりよ。一旦入れたら、いやダメダメダメ、よくないよ。お耳一旦入れても、あのだから玉尾さんは結局だって人狼なんだから、うん、人狼。お耳考えて、あの普通人狼のことはあんなに釣り押す仲間だよ、負けちゃうんだよ。ちょっと、うん、俺もう頭混乱して全くわからないんで玉尾さんに入れときます。いや俺じゃない、お耳ペガサス入れないとマジで負けちゃうから、マジで負けちゃうから。これ玉尾さんマジで負けちゃうよ。おみみ、タモさん、高木、おみみ、おみみ、おみみ、好きな方言うよ、考えてみろ。もう、おみみ、振動は誰かを知ってお前次第だ。一試合目もペガサス殺しただろ。これでペガサス入れたら誰も釣られないから、ペガサス入れて、これでペガサス入れていいよ。ダメダメダメ、俺入れちゃう。だってこれでペガサス、いや待って、おみみ聞いて、入れたら、おみみ、入れろ、入れろ、早く入れろ、早く。お前殺すぞ、俺が。これ重さから俺ペガサスだと思うんだけど、俺これペガサスだよ、ペガサスだと思うんだけど、ペガサスなんだよ、聞いてもらえよ。どう考えてもペガサスやん。ほんとメインスピード聞いたんて好きだ。俺らって高木やん、ダホさん、おかしいって。いやもう深さんと悪いだろ、どう考えて。いやいや、あの会議始まった時に、うん、よし高木釣るな、さすが玉田さんついてきますぜと思って話そうとしたら、うん、深さんだなーってやつって、何も喋れてないもん。でも今ので確信に変わったのは、多分俺順路うまい。運ゲーやろ、運ゲー。たまたまいい。ペガサス、お前はもっと強気に出てもいいんじゃないかな。きめえ、こいつ。なんかペガサス、もうちょい自信持ってハキハキ言ってほしいわ、そういう時。完全にタモさんが白に見えちゃったわ、あそこ。そうかな。ねえ、うん、もう。あれ、私。あ、インポスターでーす。今回エージェントや。エージェント、エージェントっていうもんはな、暇じゃ。暇じゃ、だから撃つんじゃ。撃つのじゃ、撃つべし、撃つべし。しね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 、あこの
インポスター、うわ、これ怖っ。このインポスターの必勝法として一つね、あるのは最初はね、あんまりばらけちゃいけないんだよね。最初はあんまりばらけない方がいい。何やってんのここで。なんかバスの先頭に頭打ちつけてんだけど、この二人いかれたんか頭。で待って、ワンチャン、あ、ペリーパーティーだ。あれ、いや怖、恐ろしい、恐ろしいぞこれ。もっとっと見てるぞ、俺は見てるぞ、どれが誰が犯人か。ボクシング開始。ゆるいボクシングだな。おおい、あでこれジンの動いてる、動いてる、まあサポタージュあるから動いてるっちゃ動いてるか。あれ、あーでもなんかやってる臭い。ペガサスなんか人道っぽくないな。あ、これ閉じ込められる。絶対そうなる。どこで殺されてんだよ、まったく。メロンボードの死体の位置は、うん、え、二人死んでいる。え、ちょっと待って、ヌメモンとメロンボード、ヌメモン最後あったよ俺。まずじゃあ僕の位置言いますね。メロンボードの死体位置がオフィスなんですよね。死体オフィス、はいはいはい、はい、オフィスの、あのそ、オフィスの廊下から見える、ま、窓の隙間で見えて、で死体保護しに行ったんで、俺がオミミと会ってここのオフィスに行くまでのほんの数秒間の間に起こった事件なんで、ここら辺にいた人がすごく怪しいんですけども、誰か。バトルパス工場。おみみじゃないわ、ヌメモンだ。おみみが死んでたと思ってた。ごめん、勘違いしてた。おみみじゃない。ヌメモンね。ヌメモンは、修理工場にいましたね、バトルパス修理工場。そうだよね。最初の時に。4人ぐらいいなかったっけ、バトルパス修理工場。バトルパス修理工場には、俺ペガサス、ヌメモン、タモさんっすね。で、タモさんと俺は、右上からループ制御場にいたんだよ。あ、そうそう、そっちに行ったの。そう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 。助かってたから、そこは絶対ないと思う、数秒のこと。俺はおみみと高木と深さんと3人と会ってるからかなり白いと思うし、報告もしてるし、 TS は白いね。え、待って待って、バトルパス修理工場でさ、なんかも、なんか PD パーティーの時に持ってた、持ったのはペガサス。あ、ペガサスか、あれ。もう分かんねえ、全然分かんねえよ。分かんねえけど、うーん、まあでもちょっと、でもその辺怪しいよね。ちょっとそこら辺にいた人は、あ、逆バトルパスにいなかった人が怪しいってことか。そこら辺ズッポン、どういうこと？誰だろう？あの PD パーティーの後だよな。ペガサスはないと思うんだよな。鍵、あ、怪しい怪しい、あいつ怪しいな、なんか高木怪しいよな、ちょっとなんか怪しい動きしてんだ、あいつ何してんだ、あいつ。もう少し、もうタスク終わりそうだからちょっと見てみよう。うわ、逃げろ、やばい、あいつ鬼っぽい、やばい、危ねえ。はい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 、はい、はい、ありました、なんか怒ったこと。高木何してたお前。いや俺真ん中でジャンプしてただけじゃないですか。え、ジャンプしてなんか見てたの、みんなの様子を。え、そうです。で、なんかタモさんのなんか、影みたいな、光みたいなのが見えて、タモさんがなんか門待ちみたいなのしてたんですよ。そうそう、何あいつしてんだろうと思って。深さんたち近くいたじゃん、ブリッジに。で、なんかタスクしやってたじゃん。深さんたち殺されるんかなって思って見てたら、もう高木何もしないでずっとジャンプしてるから。で、その後俺の方来てなんか追いかけてきたように見えたからさ、今必死に逃げようとしてた感じなんだけど。俺、あそこで殺さなかったってことは違うじゃないですか。まあね、届かなかったって可能性もあるからな。え、あんな角待ち、あんな角にいたら、パーンですよ、もう。そうだな。僕ちょっとさ、あの、バナナの時さ、これセキュリティの前とか通路にいて、TS 一緒にいて、うん、で、あの、オフィスのを見てたんだけど、バナナになってる状態でこっち来たのがオミミだったんだよ。バナナ返した。おー、結構、こっちから来た怪しいかもなーとか思って、あ、海だったなーって思って覚えてたんだけど。なるほどね。俺もなんかバナナの時誰かとすれ違った。すれ違ってはいるけど誰かは分かんない。分かんないな。うん、まあ、俺も分かんない。まあ極めてペガスは低くて、玉尾さんもかなり白目で、うん、まあ僕もまあ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 情報落としてるんで白目かなって感じで、個人的にはまあこのお耳深さんと高木の中に、あ、でも俺 TS とすれ違った後に確かループ制御室で島の監視所の方行ってるから、あんま考察落としてない俺らは鬼だってよ。ああ、いやでもなんかお耳怪しいな。でもこれタスク終わっちゃうけど、犯人究明したいよな。究明助けちゃうな、それは。うん、究明
救命救命だよ。もう犯人見つけたよな。あいつ何してんの。なんかお耳怪しいな。お耳と、いやそういうことか。お前らが。おめえマジ下手くそだわ。なんで殺さねえんだよ。全部俺これ全部俺なんで何もしねえの。押すだけじゃんマジで。じゃあ何が難しいの。イッイラすんだよ。殺せよマジでお前。俺勝った時に何て言うかもちゃんと用意したのに。世代交代だよ PS ヌメモンってちゃんとセリフも用意したのに。お前マジあと一人殺せば勝ちだったのにマジでお前。